みんなの音楽会テレビでは、世界トップアーティストの皆様からのメッセージをご紹介しています。今回はザ・クラシック声楽コンサートにゲストとしてお迎えしたテノール歌手アントニーノ・シラグーザさんによる歌声メッセージをお届けします。みんなの音楽会テレビをご覧の皆さん、こんにちは。インタビューアーを務めます海道博明です。本日は世界のトップスターテノール歌手のアントニーノ・シラグーザさんにインタビューしたいと思います。ボンジョルノ。ボンジョルノ。ヘンリケ・ボーテ・ダテナー。ボンジョルノ。もう声がテノールですね。ということでおはようございます。まあ、コメ前マイストラ、アパッショナート・クエスト・オペラ・リリカ・ラ・ムジカ・クラシカ。Solo che la finivo Granata De sangre con un re naturale. E il mio maestro, la faccia del mio maestro è stata questa. Così. E mi sono così appassionato a questo canto lirico che ho posato la chitarra, ho lasciato il gruppo e ho cominciato a studiare musica, ho cominciato a studiare canto e sono andato. Adesso sono qui. みんなの音楽会見てね。東京プロム